さあ、それでは続きをやっていきましょう。どうでしょう、トップコートを薄くね、シャーッとこう薄めのトップコートをかけるとね、こんな感じで綺麗にできますよという感じでございます。まだね、研ぎ出しをね、まあらはやりましたけど、その後のね、コンパウンドでの研ぎ出しっていうのはまだしてない状態で、こんな感じです。結構綺麗でしょ、いい感じでしょ。まあ一晩寝かしただけで、まだねしっかりとは乾かしていないような状態になっておりますので、その間にですね、他のことをやっていこうと思います。で、こちらのねテールランプなんですけれど、こちらのマスキングをやっていこうかなと思います。ただここね、マスキングすれば OK かなと思ったらさ、これ2色だから、赤オレンジみたいな感じで、だけどこの真ん中になんとね、ちょっとこの、ね、白く抜けたところがあるんですね。だからね、そこをマスティスライサー V でやっていこうかなと思います。これね、私愛用しております、結構好き。こちらをまあそんなに使わないんですけどね、まあ、適当なサイズでパッと切って、チャッと貼ってフォアターと、こんな感じでにーと、こんなにいらねえよっていうところだけどね、まあ切れてしまうのでしょうがない。暑い、今日暑くね、めちゃめちゃ暑くね、時差があっていつのこと言ってるかわかんねえよって言われそうだけど、今日は暑い日、あの暑い日だって、いや暑い、ほんと暑い、めちゃくちゃ暑い。でこれ今度幅がわかんねえな、この幅じゃ広いんだよな。これね、もちろんこうやって外せますので、大体の大きさにしますか。一応ライン上にこうやったけど、ここのだと多分大きいので、それよりもちょっとちっちゃいぐらいで切っておこう。でここはいつものピンセットよりもできるだけ尖ったピンセットの方が使いやすいと思うので、尖ったピンセットでやっていこう。これでもダメなぐらい、もっと尖ってた方がいいか、取れない、よしよしよし、ほら取れた。でこれを裏面から貼るよと。あ、ちょうどいい長さじゃない、長かった、これで長いか、へえね、やっぱり切っておいてよかった。ここで切っておいて、もっと短くか、この辺にしておこうか。じゃあよし、もっと細いピンセットの方が取りやすい、これでいこう。これはウェーブのやつですね。あ、当たった。これ何本かセットでさ、安いやつ、これ結構気に入ってんだ。やっぱりいざという時にね、いつものね、いただいたピンセットもいいんですけど、まあね、そういう場所に時と場合に合わせてね、いろいろ用意しておくといいですよって。手に刺さるけどね、気をつけましょうね、刺さないように。怪我したらね、面白くないんでね。でちょん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 と、バッチリの大きさだった。あ、暑い、しかし暑い、めちゃめちゃ暑いな。あ、びっくりした、音出しっぱなししてた、焦った、ちょっと音切っとこう、パチッと。こう慎重なところでやってる時にラインとか言って言い出すといきなりほほーってなっちゃうからさ、よしよし。ジアンドカズのメンバーからラインでした。ほい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 、こんな感じ。本当は表面から裏面から両方から塗装しようかなと思ってたんだけど、やめ、今回は裏からだけにできるだけ濃く塗るようにしていこう。ザラ拭きを繰り返すような感じでじわじわと色を入れていくようにしないと、色がね寄ってしまって縁の方に、よろしくないので、ザラ拭きになるような感覚で徐々にウェッティーな感じにしていこう。ただちょっとこれうまくついてないな、まあこんなもんか、ザラ拭きだったら大丈夫か。ただ缶スプレーで作られてる方とかだと、もう今まで以上に距離を保ちながら塗装するようにしないと、近くでやるとウェットな感じになっちゃってよろしくないんでね、気をつけましょうね。よし、 OK で今度は
んなでけえマスキングテープしかねえのか。今手元にない。でこの両端がね、ここちょっとさすがにでけえ。ピッと、いつものピンセット、ここのね筋に沿ってマスキングして、こんな感じか。表からもね一応その筋が見えるので、こう確認してですね、合ってるかなっていうのをちゃんと見て、でこう入れた後ですね、こういう爪楊枝の裏の方とか使ってこういうふうにしっかりマスキングをしよう。でこのエッジがある場合はこの爪楊枝の尖った方を使うんですけど、気をつけてねやっていこうね。こんな感じで、ここオレンジですからね。 OK、 足折った。で反対側もやる。よっと、熱、汗が出てくる。うわ今日は暑い、異常だぜ。いや熱中症になるんじゃねえかっていうレベルだったな今日は。頭がぼーっとするとかそういうのはなかったけどさ、うわなんかこの温度差が激しすぎるわとか思ってさ、あー結構割と過ごしやすい気温だなーみたいなこと思ってた。そんなことを思ってた時もありました。ところがどっこいですよ今日は、ひどい。でこっちからこうやって、こっちからもこうやってマスキングして、でこっちから塗装するって言っても吹き返しとかねあったりすると残念なことになるので、ピッピッとペタッと、これで真っ赤になるまでねクリアレッドを吹いていこう。私の場合はガイアのクリアレッドを使っています。あっちの方が私は好みが合ってる。いや俺はあれがいいね、私はあれがいいってあると思うのでね、まあ、自分の使いやすいやつを使われるといいんじゃないかなと思います。ただこういうのさマスキングするとさ、便利なことにさクリップがつけれるっていうね、こうやってこんな感じ、こう意外とこういうのポイント高い。よし、いつも持つとこねどうしようみたいな風になっちゃったりするからさ、で両面テープで後ろつけとってさ、真剣にこうやってやってたらさポトンって落ちたりとかしてマジかーみたいな風になったりするから気をつけよう。よし、とりあえずこんな感じでね一旦塗装していきますね。はい、塗ってきました。塗ったばっかです本当に、今でこちらをもう早いけど剥がしてしまいますが、この状態ですとちょっとこの大きいところは邪魔なので取ろう。今本当塗ったばっかなんで結構危ないんですよ。あ、ほら、あ、ほらじゃねえや、ね触っちゃうと手についちゃうし、つい剥がれちゃうんで、ちょっと邪魔なこいつだけ先に取ってティッシュ、ついに私足元に小型扇風機を動かし出し始めました。涼しい、足が涼しいだけでやっぱ違うね。ちょっと早いかな、いやいいでしょう、行っちゃって、えいに取れた、ほら缶のペキだよ、ほらほらほら、素晴らしい、やるじゃん、いいじゃん、マスキング超苦手じゃん。つまむように取る、あーおーちょっとちょっと、あしゃ、うん、ついちゃって、ちょっと待って、さっき手に垂らした塗料を、あ、ほらなんか血みたいになるからね、クリアレート、やだね、見た目悪いわ。で手刺すといけないからね、ちゃんとこういったキャップにしまっておきましょう。これはね付属されてたやつです。で剥がしていくよ、おりゃおりゃおりゃ、おっとでで、おっとで
でこれを完全に乾かしてあげないといけないんで、もう1日とかじゃなく2日ぐらい寝かせてから、今度こっちの赤い方をマスキングしてこっちのオレンジを塗装するっていう形を取らないと、意外とね乾き悪いんですよ。だからね、しっかり乾いてないうちにマスキングテープ貼っちゃうとやらかすことが多いので、剥がれちゃったとかさ、そういうね。よし、できた。しっかり乾かしてあげましょう。はい、できたよ。ほら見て、ほらちょっと見づらいね。ほらできたね。ちゃんとここのねところも白くこうできたね。ここにさ、ちょっとカットした後のこの白いの、これはね必殺名前ペンだね。名前ペン何にしようかな。名前ペンいっぱいあるんだよな。マッキー、あ、ちなみに俺の連れの名前でマッキーってやつがおる。よいしょ。いつもマッキーくんつって、まあ2個年上なんだけどね。長い付き合いだな。自分がどうだ、いつ知り合ったっけ、16ぐらいの時かな。よう遊んだ。あの頃に帰りたい。みんなそう思うよ。あの頃に戻りたいみたいなね。ほら、わかんなくなった。ほら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 。ね、さすがマッキーくんだね。マッキーくんです。もうこれからマッキーくんって呼ぼう。できたよ。いやー、ようやったよ。なんか、合コン行こうぜ、みたいなのとか。やっとったわ。いやー、これ以上言うのやめとこう。まあ楽しかったね。よし。どうでしょうね。いいね。ね、このちょっとこの色が濃いめのこの赤ぐらいがちょうどいい。いいよ。あんまり高校と明るいのも変だからね。いいね。ね、裏しか塗ってないよ。ね、まあね、今見てもらったと思うけど。まあこんな感じでございます。よし、ということで、今日のサムネ、今日のサムネ、プラモ工場委員会のこちらですね。まあ別にね、宣伝してくれとか言われてるわけじゃないんでね、別にするわけじゃないですけど、ただちょっとサムネがこんな感じでございます。ピントが合わない。いいね。よし、ということでですね、またね続きやっていこうかなと思いますのでね、見ていただけたらと思います。ということで今日はこの辺で、ではまた。